皆さんおはようございます。というわけで、今日は山梨まで今から行きます。といっても神奈川の県境ですね、奥通しまで今から行きます。行きます。はい、はい、でその前に藤沢で一人フリフリチキンの、スタッフのリュウ君を拾っていきます。男今回3人です。本当はね4人で行くって言ってたんですけど、一人ちょっと役者の子で TBS でお仕事が入ったということで、誰かは言いませんが、今回3人旅です。というわけで今日も安全に気をつけて行ってきます。行きます。さあ、というわけで、走ってきて約40キロですね。世田谷から東京の、第三京浜ずずいと走ってきて、藤沢の某所に、フリフリチキンのリュウ君を、ピックアップしに来ました。フリフリチキン動画はまた別動画で上がってるので、ぜひどんなものか見ていただければと思いますが、というわけでここから藤沢なんとか市場に行きます。でそこで肉を買います。知ってる？藤沢なんとか市場。知らない。なんとか市場って知らないの？藤沢まで来たのに。藤沢なんとか市場だよ。うちは正解って言えばなんで、藤沢お肉ってとこわかんないですね。藤沢にさ、市場があるのよ。藤沢市場、湘南市場、湘南藤沢地方卸売。ここはね、魚介類もあのこう肉のこういうのも売ってるし、野菜も売ってるし。いいね、知らないの？知らなかった。はい、というわけでここからね数キロなので、はい、ちょっとここに行って買い出しして、キャンプ場へ、キャンプ場へ行こうと。はい。うん、で奥通し自体は本当神奈川と山梨の接してるところなので、空いてれば1時間半ぐらいあれば着くという感じ。はい、だけどまあ一応ちょっと余裕を持ってね。はい、はい、というわけで、湘南藤沢地方卸売市場に向かいます。おおおチームワークねえな。結構閉まってるとこ、ちょうどでも前、あ、やってるね。結構でも閉まってるね、もう。釣れた？なんで？釣れなきゃ今日のご飯ないよ。頑張りますよ、とりあえずは。釣れそう？いやー、わかんないですね、この流れだと。いくら？いくらです。何個つけんの？ちょっとすぐ下手っちゃうんで3個ぐらい。雷打たれないようにね。魚釣るまで帰れないから、そこんとこちょっと忘れないでほしい。いやでも釣りたいですよ、せっかくお金も払ってるんだから。